久保さん。まあちょっと GACKT さんのその仮想通貨はちょっとわかんないですけど。まあ仮想通貨ね。仮想通貨いっぱいありましたね。<laughs> すごいかったっすよね。今僕他のプロモーションとか見てないんでちょっとあれですけども。あの時はすごかったですね。仮想通貨のプロモーションが。うん。ね。いろいろとあったと思うんですけど。 まあ僕はね、仮想通貨やらなかった理由としては、わかんないっていうね。よくわかんないっていう, <laughs> うん。なんかその、要はよくわかんないし、なんかその、なんすかね、待ってるだけというか、基本的なその売り込み文句が、今買っとけば上がるよみたいな話じゃないですか。単純明快だと、これから上場します、今安いよ、今買っとけばこんなに爆上げで送,送り人みたいな触れ込みがほとんどじゃないですか。つまり、 自分の価値が上がるんじゃなくて自分の価値を上げるんじゃなくてその通貨の価値を期待しているっていう人生なわけですよねだからそれはどうなのかなって僕は思った別にそれで当たった人もいるのでまああれなんですけどもまああと株式投資とかもねまあそのこれからこの会社が成長するだろうっつって買うっていうそれで株で儲けている人もいますからまあ別にそれはそれでいいんだけどもなんかその何すかね 自分のの価値は上がってんのかなともちろんその見極める力っていうのはそれでつくかもしれないですよね、まあ、投資っていうことであるならばただしその仮想通貨に行ったほとんどの人がその投資というよりかは自分でその見極める力を養おうという感じではなくただその考え思考停止してなんか儲かるからっていうところで入っていった人がほとんどなんじゃないかなと。だからその まあ分かりやすく言うと株式投資で株で飯食っていく感じでその,かその企業のねあのそのなんだ財務表とかしっかり見たりとか式,式とか見てそれ式を読め読め見れるようになったりとかしてで会社の成長に対してこの見極めてこう投資ができるっていうスキルだったらそれはそれでいいと思うんですよただ何すかねなんかその群がるというか <そ>の <laughs> 思考停止して群がるみたいなそれはあんま僕よくないんじゃないかなと思いますけどねうんやっぱ一番まあ最強は自分のスキルを上げていくっていう自分を成長させていくっていうのが僕は一番大事なのかなとは思いますけどねいってらっしゃい。